ビックスは、イングランド出身のイラストレーター、アートデザイナー。HR、HM バンドアイアンメイデンのアートワークで知られる。1958年2月13日、イングランドのハンプシャー州ポーツマス生まれ。青年期に、美術学校に入校したが、学校の方針と合わず早々に退学した。その後は独学で絵画を学ぶ。1980年、HR、 HM バンドアイアンメイデンのデビューアルバムからアートワークを担当して知名度を広めビジュアルイメージを確立した。1990年代初頭からしばらくアイアンメイデン等のアートワークを離れていたが2000年前後からまた活動が活発になった。3D モデリングや写真加工も取り入れるようになり活動の幅を広げている。アイアンメイデンとエディの イラストアイアンメイデンのゾンビマスコットエディザヘッドを生み出したことで知られる。1970年代今つ、バンド側がデビューアルバムに使うジャケットデザインの担当者を検討していたところ、当時流行していたパンクファッションをモチーフにして、リックスが描いたゾンビのイラストがバンド側スタッフの目に留まり、それに改良を加えたものが、当人も含め採用の決め手だった。結果、 アイアンメイデンの媒体前編に使用され続け、その後もセールスに大きく貢献した。アルファベット順、ありがとうございます。